どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、マリオットボンボイホテルの、プロモーションコードのね、紹介を一つねしていきたいと思います。こちらね先日始まった、まあ、プロモーションコードということで、プロモーションコード M12 を、入力するとね、まあ、利用できるっていうキャンペーンで、特典としてはね、1泊あたり、3000マリオットボンボイポイントがもらえる、プラス、ウェルカムドリンクが、まあ、1人1杯、まあ、こちら2名分っていう感じですね。まあ、2人で宿泊したら1人1杯ね、まあ、もらえるっていうプロモーションコードの内容っていう風になっております。まずですね、このマリオットボンボイのプロモーションコードってなんだっていう話ですけども、このマリオットボンボイの、プロモーションコードっていうのは、マリオットボンボイの公式サイトでね、予約する場合、特別料金っていうところにね、プロモーションコードっていうのがありますよね。まあ、ここに、入力して、まあ、利用するっていうものなんですけども、ですから、まあ、公式サイトでね、このプロモーションコードの欄を、クリックしていただいて、M12 っていう風にね入力すると、今回のプランがね出てくるようになりますんで、もし利用される方はね、こういう風に、まあ、利用していただければなと思います。で、こちらね、1泊あたり3000ポイントがもらえて、こちらね、1滞在ではなくて、1泊で、3000ポイントもらえますんで、もしこれがね、2泊とか3泊とかになるとね、この3000ポイントが、まあ、増えていくっていう、ものなんですよね。このプロモーションコードのね、予約期間なんですけども、2020年の4月の30日まで。で、宿泊期間が2020年の7月の17日までに利用するっていう感じになります。で、こちらね、どこのホテルでも、まあ、利用できるっていうわけではなくてですね、対象ホテルが決まっております。伊豆マリオットホテル修善寺、富士マリオットホテル山中湖、琵琶湖マリオットホテル、軽井沢マリオットホテル、あと南紀白浜ホテルですね。まあ一応ね、この全部で2、4、5つですね。のホテルが、まあ、公式サイトにね、書いてある、対象のホテルっていう風になっているんですよね。ですけども、この M12 のプロモーションコードを入れて、検索しますよね。まあ、そうすると、結構ね、たくさんのホテルがね、ヒットしてくるんですよね。この5つ以外にも、たくさんヒットするんですよね。コードヤード大阪とか、大阪マリオット、マリオットホテル、セントレジス大阪、モクシー大阪、ウェスティンホテル東京、シェラトン、広島っていう風に、まあ、いろんなところのね、ホテルが、まあ、実際にこれプロモーションでヒットしてくるんですよね。ですけども、この1泊あたり3000ポイントの、プラスウェルカムドリンク2杯っていうプロモーションはね、まあ、私が確認した感じだと出てこなかったんですよね。うん。っていうので、内容が、まあ、3000ポイントじゃなかったりとかね、1000ポイントだったりとか、まあ、もう全然違う特典だったりとかね、まあ、そんな感じで他のホテルでももちろん出てくるんですけども、違うホテルだとね、そういう風に特典が違ったりしますんで、もしねこのプロモーション入れて検索した時に、このホテルあるじゃんみたいな感じで、まあ、ちょっと利用する際はですね、特典は確実にチェックするようにしてくださいね。1泊3000ポイントがね、まあ、ウェルカムドリンクは、まあ、そこまで気にされる方も いるかもしれないですけども、この3000ポイントがね、せっかくプロモーションコードで探して利用するのに、この3000ポイントがもらえなかったらね、ちょっともったいないというか、まあ、残念な気分になりますよね。ですので、まあ、内容っていうのはね、確実に、チェックして、利用していただければなと思います。次にね、このプロモーションコードの、注意事項についてね、ちょっと解説していきたいなと思うんですけども、これね、公式サイトにも書いてあるんですけども、部屋数がね、まあ、限定されているプロモーションということですので、私がね調べた感じだと、まあ、そこまで多くなさそうなんですよね。本当に来週再来週とかね、利用されたいって方はね、もしかしたら出てこないかもしれないですね。ちょっとこれもホテルによって、まあ、ある程度ね、まあ、違うと思いますけど、まあ、部屋数が限定されてるっていうこともね、頭入れといていただいて、こちらプロモーションコードをね、まあ、M12 っていう風に入れるんですけども、通常料金とのね、まあ、比較は確実にするようにしてくださいね。プロモーションコードを入れて1泊3000ポイントとウェルカムドリンクがね、まあ、1人1杯もらえるわけですけども、まあ、それがね、
普通に予約した際の料金が、まあ、仮に1万円だったとして、まあ、このプロモーションコードを入れて、まあ、1万円とかだったらまあいいと思うんですけども、まあ、これでね1万5000円とかね1万8000円とかね跳ね上がるような料金になった時はねあんまり意味がないですよね。っていうので、通常料金との、ね、比較は、確実にするようにしてくださいね。で、私もね、試しに、伊東のね、修善寺ホテルで、平日で、結構検索させていただいたんですけども、まあ、大体見ると、普通の何にもない料金ってありますよね。前払いの、予約キャンセル、付加料金みたいな感じで、今一番安い予約するのと、今回のプロモーションコードをね、入れて予約するのとだと、やっぱりね、プロモーションコードを入れた方が若干高くなる傾向があるんですよね。うん。で、まあ、実際の価格差的にはですね、本当に、2、3000円の差の時もあれば、結構開きがある時もあるんですよね。ですので、このプロモーションをね、まあ利用するっていう方は、マリオットボンボイポイントのね、使い道で結構この価値っていうのは変わってくると思いますんで、まあそこはね、よくね、検討していただいて、まあ利用していただければなと思います。で、実際に検索した結果なんですけども、まあこのプロモーションコードを入れて、検索した場合、まあ一例ですけどね、まあ1万4000円で、一回出てきたんですよね。で、まあ、これが何にもない事前料金のね、キャンセル付加料金で、予約した場合、1万290円。だからま、この時点でもう3万円、3000円ぐらいのね、3000円ちょっとぐらいのね、まあ、差が出てきてるんですよね。うん。で、コードありで、ま、1万4000円。まあ、コードなしで1万290円っていう感じだったんですよね。ですけども、その下にね、なぜか朝食付きプランっていうのが出てきて、これがね、1万3600円で出てきたんですよね。あれ?と思って、コードありで入力して、一泊あたりね、3000ポイントとウェルカムドリンク一人一杯っていうのがありますよね。うん。ですけども、マイナス400円でね、朝食付きのプランとかも出てきちゃったんですよね。うん。これも全然関係ない話になりますけども、朝食付きのプランの方がいいじゃないですか。まあ、元も子もないんですけども。ですので、このプロモーションコードにね、まあ、縛られることなくね、いろんな見方をね、して、予約するようにしてくださいね。このプロモーションコードはもちろんね、一泊あたり3000ポイントね、まあ、もらえて、さらにウェルカムドリンクはね、まあ、一人一杯ね、まあ、もらえるキャンペーンなんですけども、価格がすごい開いてしまうと全然意味がなくなってしまいますんで、まあ私が検索した感じだとね、すごいお得かっていうと、まあ、まあまあかなっていうぐらいの感じなんで、マリオットボンボイポイントのね、まあ再利用方法で、まあこれを狙いたいか狙いたくないかっていうのはまあ変わってくると思うんですけども、まあぜひね、緻密に計算していただいて、このマリオットボンボイポイントをね、繁忙期ですね、ゴールデンウィークとか、夏休み、年末年始とかね、まあそういう、スペシャルハイシーズンでね、利用される方はね、とてもいいと思うんですけども、まあなんか、とりあえず M12 で予約しとこうみたいな感じでね、利用するのだけはね、ちょっとやめといていただけたらなと思います。いかがだったでしょうか、今回ね、マリオットボンボイの、プロモーションコード M12 の、解説となりました。まあ個人的にはですね、私のようにプラチナステータスを保有している方はですね、なかなかメリットが見つけられないかなっていう感じなんですよね。もちろんね、普通の料金より、このプロモーションコードを入れてね、安い日も、まあもちろん出なくはなかったんですけども、まあなかなかほとんど一緒ぐらいの日の方が多い、もしくは、入れた方が高いっていう日の方が多かったんで、まあプラチナステータスを持ってるとですね、ウェルカムドリンクっていうのは別にそこまで求めてないというか、まあラウンジで利用できてしまいますんで、まあどっちかというとこの一泊あたり3000ポイントはちょっと魅力的かなと思うんですけども、まあね、プラチナステータスを持っていて、まあなかなかかなっていうところは、なかなか利用する機会はないかなと思うんですけども、まあ、マリオットボンボイをね、まあ積極的に貯めていて、繁忙期利用したいっていう方はね、このプロモーションコードもね、一泊3000ポイント一応もらえますからね、緻密な計算をした上で利用していただけたらなと思います。今回の動画はね、こんな感じで終わりたいと思います。この動画が役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッターもやっておりますんで、フォローとチェックしていただけると、とても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。